今回ね、ウェルダンディがやっていきますよ。ツボの解説動画。イエーイ、やっていきます。ちなみに僕ね、クリアできなくて投げたんで、僕のご友人にクリアしてもらいました。さすが、やりやす、彼やりやす、よろしくお願いします。僕はね、もうできないんでね、こうできた人の動画を見て、できた体で喋っていくと、解説していくよということで、新しい解説動画になっております。じゃあ始めていきましょう。僕もね、この映像1回見ただけなんでね、友達がどうやってクリアしたか、まず基本操作を覚えていきます。ハンマーの先端がマウスの位置、上下左右動かすことでハンマーを操るとね。これまあハンマーなのかどうかは僕ちょっとよく分かってないんですけどね、マウスを回転させると進むということで、まあ、この辺はね、やったことある人ならみんなね、分かるんじゃないでしょうか。まあこれうまくできないんですよね。引っ掛けて登ると、マウスを右に回転させて右に進めるよと、しばらくまあこの辺でね、大体みんな最初ガチャ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 やって、まあ無理ならそうウェルダンディみたいにやめると、もうよく分かってる友人ですからね、まあ、しばらく適当に進んでいくと、適当ですね、文がいいと思います。適当にこの辺はもうね、できないんだったらやめるべきだし、ここね、親の顔より見た景色、ここね、こうやって登っていきます。あ、一旦カット、もうカット入ります。でここね、右にこのパドルがね、意外とめんどくさいんですよ、出っ張っててね。でこの家、岩のね、とんがりの岩からの土管、ここすごいスムーズにいってますね。僕ここ大体10分ぐらいかかりましたけど、まあ、これカットしてあるんでね、多分3時間半ぐらいかかってると思うんですけど、ジャンプ、下に引いてジャンプで、このスタバのカップに引っ掛けると、これね、ジャンプが難しいんですよね。僕できなかったです、最後まで。ここで岩のジャンプ後にここに引っ掛ける、もう僕とやり方違いますね。これ多分正式なやり方こっちですね。落ちましたね、これ正式なやり方じゃないですね、僕のやり方が正式ですね。ここに体を押し込む、まあ、マウスを右に回転させて乗せるって形ですかね。ここは左回転でジャンプかな、これジャンプですねスッとジャンプしましたね今ね。ここもそこ、乗るのそこに、で右にジャンプすると、斜め難しそうですけどね。あ、綺麗に行きましたね。あ、もうここ100万回見た景色、ここから先に進めませんでした、ダンディ。ここから先はもうよろしくダンディでしたね。ここに一旦引っ掛ける、その後下にゆっくり動かしていく、するとおっさんが上がっていくので、上がっていく、素早くランプ1段目引っ掛ける、引っ掛ける、下に動かし上にジャンプ、もうちょっとよくわからない、日本語がわからなくなってきたよ。あは、壁に当たらないように注意して、壁に当たるとガチャガチャになる、ガチャガチャになってますね。あ、カット入りました、ガチャガチャになりましたね。そこ、あー、おっさんもあー言ってますよ。引っ掛けたらランプの上に乗る、あはは、次はここに乗って右上にジャンプする。あー、これね、最初白い岩にね行けるんじゃないかと思ったら、このグレーの岩に乗れるんですね。おおっさんのリアクションも薄いね、もう慣れた感じになってますけど、うん、うん、一旦カット入りましたね。あの絵はね、僕の友人が描きました、僕じゃないです。一段一段引っ掛けていく、引っ掛けていく、リズムに合わせて、ワンツーサンシーしていく。そっから、ここから左ですかね、これ左に行く感じですよね。ちゃんとポジションを修正して鉄骨のここに引っ掛ける、アバウトですね。右に動かし左に移動する、左に浮かせて移動する、なるほど、なんかサスケでこんなんありましたね。あとはここにテトラポットみたいなやつにおっさん乗せてハンマーを抜いていく、抜く、エロティックな響きも出していく。おっさんを左に、左回転がね、ここら辺あんまりね、最初ないんでね、慣れないと難しいと思うんですけど、ヒェッ、うおー言ってますけど、おっさんも。はい、ここまたカット入っていく。
廃屋の壁と同じように丁寧に引っ掛けて登っていく、うん、滑り台に引っ掛けたらゆっくり、これ左回転ですね、で中央に乗って右上のなんか偽アマゾンみたいな段ボールに引っ掛けると、なんか実際段ボールにねこれ刺したらまたカット入る、ズボッといきそうですけどね、そもそもなんでこんなの浮いてんだっていう話になっちゃうんですけど、まあ、この辺りに引っ掛けていく、ここに引っ掛ける、もうあの赤い丸をねみんな見ていただければ分かりますけど、これ意外とあの段ボール、これちゃんと割れ物注意のマーク入ってますね、あと濡れちゃダメなマークも入ってますね、その辺意外と作り込まれている、こう一旦カット入ります、右上にジャンプ、これ斜めにジャンプするのがね難しいんですよ、でもこれよく分かんないことしている、右に左にマリオの三角ジャンプのように飛ぶ、あの監視カメラに見られているのでポーズを決めると、あカットされましたね、ポーズカットされましたね、カメラに引っ掛ける、左に飛びますね、左に飛ぶの難しそうだな、ここ今度右に飛ぶのか、これジャンプできないでクリアできないですね、僕ジャンプできないでクリアできないですね、結果クリアできないですね、洗面台、これ洗面台か、これ ひっくり返ってて分かりづらいけど洗面台とトイレですね、ここでトイレから、漆器のトイレからジャンプして引っ掛けていく、僕が今座ってるような椅子に引っ掛けて登っていくと、障害物に当たる、まあ当たってもいいんでしょうけどね、落ちないでしょうけど、穴があるので慎重に、穴がありますよ皆さん、穴があったら入れてみたいというね、いや入りたいですね、間違えました、ごめんなさい、ほんでゆっくり、やっぱ穴に関しては丁寧にやってますね、男の人はちょっと丁寧にやりましょうね、穴に対しては、でここを滑らない L 字ソファーに、みかんがなんかこう焼き台の上に、んなんだこれ、みかんを台から落とす、ソフトに落としていきましたね、で成り変わるとみかんに、僕がみかんだよと、左端に寄ってジャンプする、これ多分失敗すると左に落ちるんじゃないですかね、うん、ここ一番集中してくださいね、まあ、僕もうこんなとこ届かないんでね、まあいいんです、口言うだけなのも勝手に言えるんですけど、2段目を丁寧に登っていく、この辺はもう皆さん丁寧にやってください、穴と一緒ですね、丁寧にやってください、3段目も同じ要領で登ると、これ何回ぐらいカットしたのかちょっと聞いてないんで分かんないですけどね、まあ友人が徹夜でやったんじゃないでしょうか、滑る前に素早く回転させる、こっから適当に進む、文章も適当になりましたね、でも進み方は丁寧と、実は丁寧と、であの上のジャガーのような、ミックジャガーのような、まあ、上にジャンプしてゾウに引っ掛ける、ゾウだけどジャガーだけどジャガーのゾウと、で一旦乗ると、同じくジャンプし手に引っ掛ける、サムズアップしてますね、一旦手に乗ると、一旦2旦3旦4旦5旦ぐらい今一旦出てますね、で教会からこのびっくりゾーンがあるんですけど、そこノータッチですね、文章冷静にやってるんですね、多分もう何回来たんでしょうね、勢いよく下に引っ張ってジャンプすると、この辺りに引っ掛ける、まあそうですね、なるほど、本来はここに乗るまでもう一度ジャンプ、ああじゃあ一発でいけちゃったパターンなのかな、ここの辺りから適当に進む、適当に進んでも大丈夫なゾーンはもう適当に説明してますね、まあ落ちねえだろお前らと、そういう感じでしょうか、まあ、そもそもここまで来れない人がね多数いるんですけど、でこのレンガ造りの建物、マイクラみたいな家を越えていくと、奥になんか電信柱となんか電線通ってますけどね、果たして誰が住んでるんでしょうか、そもそもここはもう道なりで進んでいくの、もう軽々しくジャンプを駆使してますけどね、僕それできなかったんでね、嫉妬に駆られてます、一旦カット入りましたね、でこの雪っぽい、まあ、高度がだいぶ上に上がってきて寒くなってきたんじゃないでしょうか、雪の斜面に引っ掛けて登ると、
もうこのつぼおじは裸なんですけどね、あれ実はお湯に、お湯が入ってんのかな、中はね、あったかい説がありますね。でこれ金床みたいなやつに乗ってカットが入り、ここ難しそうですね、すごいジャンプ必要、二段ジャンプみたいな感じで、腕力、腕力、弾力、筋力マックス。ほんで右に登っていく、もう引っ掛けるとこなんかなさそうだけど、ご自慢の腕力と上腕二頭筋で登っていく。そこからまたこれジャンプの姿勢に入ってますよ、見せつけてくるジャンプを。そしてこれは右じゃないのか、左か、カット入りますね。一つ目もうこれ左ですね、まあジャンプもう僕絶対できないゾーン入ってますね。これ左側に移動して、二つ目の岩がどこにあるの、あ下にありますね。弱めのジャンプ、もう強弱すら使い分けていく。着地後に岩の左側行き過ぎでは、なるほど、おっさんもノーを言うてますね。あとは同じ作業を繰り返すと、もうお前ジャンプはここまで来たらできてなきゃいけないよと。おっさんのヒゲも心なしか伸びている。そして岩がもう4つ目、次で5回目のジャンプかな。今ギリギリ疑惑の判定では落ちてもおかしくないのでは。そこからまたこれ小ジャンプを、やっとなんかまともなピッケルの音したな今。 Do not lie snake、 この蛇には触れないこと、触っちゃダメと言われると触りたくなる、触ったり乗ったりしたら大変なことに。あもうこれ強制なのかな、あースライダーで真っ逆さまに落ちてデザイア。ここスタート地点にナリシャス、デリシャスみたいな、デリシャスナリシャス。弱ジャンプ後バケツに引っ掛けるもうコンボですね、空中コンボしだしましたね。ついに左右に右に揺らしながら助走をつけてジャンプ、もうはいはい、この辺はもうあれかな、ゲームマスターかな。あ何あれ紐どっからぶら下がってんのあれ。わあおっさんもわー言うてますけども、カットがね多々入りますね、もう26ターンカットぐらい入ってるんですか。引っ掛けた場所に一度乗るなるほど、見えない壁のようなね、ゲームをやる人にはもうお決まりのいつものパターンですかね、見えない壁と引っ掛けた場所に乗る、これを繰り返。もう寒そうですよここ、もう春になろうというのに引っ掛けたら引き寄せるようにして登る。おうおう、なるほど、ちょっとテクニックいりますね。回転や引き寄せなどを使って登っていくと、結構これ簡単に説明してますけどそれなりに難しいと思います。まあ、僕できないんでね、そこ忘れないでくださいね、僕はできないんでね。でドキドキしてますよ僕も、この腕力がねすごい、ちょっとなんかねじれてない今、ねじれトラウマみたいな。おおこの辺に、あ意外とこれ罠じゃないですか、手前にある、これ普通なら上に行きがち、上に行きがち。引っ掛けた場所に乗る、まあ引っ掛かるとこには乗れるってことですかね。これさっきのランプしかり、サムズアップの腕しかり、引っ掛けた場所に乗ると、かかるというところは乗れるということなんでしょうかね。これもう見えないんでね、もう探り探りで行くしかないですね。まあダンディもねこの辺までね、夢ではねこの辺も余裕で行ってたんですけどね、で妄想の中ではね無敵っていうところでやってるんですけども、ここはそのちょっと70度ぐらいのところに引っ掛けていくと、もうこの辺もこなれてますね。友人団によるともう6回ぐらいクリアしたらしいんで、でもショッピングカートからの一旦カットと、ショッピングカートカットと、でこのなんかギリシャの神殿みたいなのから電波塔、もうここまでね見たことある皆さんならわかると思うんですけど、もうこれゴールですよほぼ。
この電波と受信機に引っ掛ける、これ受信機なんですね。電波を受信するやつなのかな、出すやつじゃないんですね。パラボナみたいな、パラボラアンテナみたいな、よくわかんないやつですね。横の受信機に引っ掛けて乗る、もうこれ引っ掛けて乗るっていうのがお決まりのパターンというかセオリーと。でジャンプして引っ掛けてそこに乗ると、一旦もう26ターン、いや80ターン乗るぐらいですよね。で上の受信機に引っ掛けると、でまた乗ると。もうこの辺まで来たら前るんじゃないかな。乗ったら上にジャンプする。うわ、これは行ったんじゃないでしょうか。これ皆さん行ったんじゃないですか。これふわっと、もこの微動だにしないところがね、友人らしいというか、もう僕ならもうシャカシャカ、マウスシャカシャカ、ああおっさんもああ言うてますけど、今横にムーンウォークしていくと。一応重力の概念はあるんですね。水もこぼれてるし。これで行ったんじゃないですか。周りが輝き出したらフィニッシュと。ああおめでとうございます、クリアしましたね。これで皆さんもね、ツボマスターになれますよ。僕はなれませんでしたけど、はい、皆さんもよかったらこれを参考にね、諦めていたツボやってください。クリアできますから。僕はできませんでしたけど、ということでね、はい、今回ゲッティングオーバーイットのね解説動画になりました。で、チャンネル登録、あとツイッターのフォローですね、よろしくお願いいたします。で私フォローバック 100% なんで、フォローしてくれれば必ずフォロー仕返しますね。で質問やコラボの依頼もね随時受け付けてますんで、動画やコメント、あとツイッターの方にねダイレクトメッセージで送っていただいても、はい、ありがたいです。ではまたお会いしましょう。ウェルダンディでした。よろしくダンディー。